分外出る。ハンタ多分コンビニかなんか行ったんじゃない。こっち暑いね。リビングエアコン入れよっか。ハンタいないよ。ほら。あ、でもエアコンつけたまま部屋出てるから多分すぐ帰ってくるよ、ベンちゃん。じゃあカンタすぐ帰ってくるよ、姉ちゃん的推理では。エアコン効いた部屋で待ってよ。カンタの部屋でもいいよ。うん、リビング行くの？わざわざ。リビングで寝る？でもママから電気代がどうのこうのだからどっか一つにしてねって言われてたよ、姉ちゃんたち。じゃリビングでダラダラしよっか。帰ってきたよ。多分カンタで。見て、ブンタがカンタのことをね探しよったよ。よしよし、してあげて。君の餌を冷蔵庫に入れてきたのだよ。何の餌？ブッチ。あ、ブンちゃんの餌持ってきてた。暑いでしょ、この部屋。こうクーラーつけた。うちもリビング涼まるまでカンタの部屋で涼んでたわ。まだ全然クーラー消えてないリビング。うん、姉ちゃんもしばらく入っといてあげる。冷えたらおいで、リビングが。冷えてからおいで。難しいね、ブーブーの心は。ブーブーの心難しいね。来たの？あ、全然冷えてないよ、リビング。全然冷えてない。缶開けるよ。ふんちゃん。ふんちゃん。おいで。ふんちゃん、おかえり、ただいま。ただいまだね。いい子してた？めっちゃいい子してた？いい子してた？カンタの部屋で寝てたの？兄ちゃんお風呂入ってくるからさ、それまでまたカンタの部屋行く？カンタの部屋で寝てたの、ブーちゃん。むちゃくちゃ足踏んどる。カンタの部屋で寝てたの？寝てたわ、ブンちゃん。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 抜け毛つけてる。じゃあ何してたの？カンタと二人で楽しく愉快に過ごしてた？どうですか、ブンちゃん。楽しく愉快に過ごしてた。なんかうちブンちゃんが一人にならないようにできるだけカンタが帰ってきた後に遊びに行ったりしてるんだけど、なんかおかげですっごい色が白くてさ、夏なのに。引きこもり疑惑が友達の間で出てる。まあ実際そうなんだけど。